とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこの装備使います。結構昔だけどもよく装備してたやつですね。締め具とウィザーアーマー、ハープクロスボウですね。まだ羽ぴょんをしてない頃はこのセットが多かった気がします。でアーティファクトはブーツ、ドラ、キノコですね。ちょっと昔を思い出してこれでやっていこうと思います。行く場所ですけども、地下寺院の出入りさんですね。所持品は苦痛の矢のみというところです。モブ速度が 30% 増加しているのでちょっと詰められやすいかなと思うんですけども、まあなんとかしていきましょう。行きます。それでは行きましょう。いやいや、締め具使うのも結構久しぶりだな。でもって、あ、いけるいける。うん、まず近寄ることがほぼないので大丈夫かな。うん、でもうかなり近寄られて OK。 ちょっと逃げにくいなーっていう時には、まあ、普通の矢を使って距離取ればなんとか良くないかな。うん、まあちょっと矢はたくさん欲しいところですけども、あ、いいじゃん、あ、いいよ。あ、やっぱね、輝きの回復量が違うね。うん、締め具はやっぱそこよ。うん、でさらにこのウィザーで普通の矢打った時も回復してくれるんで、いやいや余裕な気がするこれ。うん、あ、まあ全然ね、現役で使えますねこれね。うん、結構昔使ってた装備だけども現役で全然いける気がする。まあまあまあ、ビルド次第か。 OK、 いや結構いい感じよ。いるかな、あ、トゲだ。あ、トゲには強いわ。うん、そうそう、締め具はトゲに結構強い。 OK、 問題ない、全く問題なく倒せる。てかいないね。うん、こっちにはどうもいないっぽいですね。あー、もう雲が結構鬱陶しい。あ、オッケー。でも矢は結構出てきてくれたんでいいとしましょう。進みます。無駄なところには行かないように極力ね。でもう中間地点来ました。これキャプテンいる？ちょっとキャプテン少なめだな。 OK。 いや、普通のやつがついてるから本当に楽、とんでもなく楽だわ。こんなにサクサク進めるとは。 OK。 あー、いやいや、ストーンゴーレムだけか。いや、これは OK。 殲滅力は他の武器の方が上だ。ああ、昔はね、もう本当に締め具一択だったんですけども、やっぱだいぶね武器も変わってきたよね。よっしゃ、ちょっと待って、 OK。 ちょっとドラ使わないとダメージあんま入らんね。昔はドラが3倍ダメージだったのね。それが今は2倍ダメージになってるんで、そうかそうか、なかなか昔のようにはいきませんかね。でも全然いける。ちょっと待て、いるか。あ、なんかいそうな気はする。いる。ちょ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 、すごい。オッケー。
ティカル持ってたか。嫌なやつ。クリティカルはね、確定で発動してくるんで。あ、てか今あれか。デスバーター発動した？うん、デスバーター発動してたわ。危な。やっぱクリティカルとか、ま、キャプテンにこう囲まれるとやばいっちゃやばいね。 OK で持ってこっちね。え、なに、え、なんかめちゃくちゃダメージ食らった。あ、クリティカルか。あの待って待って、なるほど。あのモブの 35% がクリティカルを持ってるようになってる。あ、なるほどね。そりゃダメージ受けるわ。ちょっと待って、これまずい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 。クリティカル持ち、これまずいって。これはまずい。ちょっと待って、弓でこれ削れ削れいや、ひどいひどい。だいぶ囲まれてるけど、ここうまいこと壁があるんでいける。うん、再生とか味方回復がついてないんでいけてるわ。あっぶねえお前。よし。いやいやいや、 なかなか嫌なところだったけども抜けたね。いや、クリティカルきつい。うん、いやいや、確定で3倍ダメージ与えてくるんで、クリティカルは結構きついな。 OK 減る、むちゃくちゃ減る。ちょっとこれポーションバリアないぞ、つらいぞ。うん、これポーションバリア切れて、その後の1分間がなかなか地獄だね。うん、35% だけどもほぼクリティカル持ってるんで、いや、これ痛すぎるって。 OKOK 減るもん、とんでもないぐらい減る。あ、で普通のやつっては回復しないか。あ、全然回復してるかと思ってたけど全然回復してねえわ。ちょっと待て、 OK、ちょっと待て、きついきつい。 OK、 ポーションバリアの間に倒してしまえ、できる限りね。いるね、いるね。 OK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 。 いや、きつい。ドラがもう少し使えればだけども意外とクールタイムが長いのよ。ドラクールタイム長えな。よし、オッケー。どこどこ、そこ、ちょ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 、オッケー、いい場所、オッケー。ちょ、どけどけどけ。よし、いるなこれ。ちょっと再生ついてる。 OK、 再生変更。うわ、危ね、むちゃくちゃ減る。あぶな。で、これまだ先にもいるのよ。先にもいるんだな。でも矢が少ないし、これはまずい。これ相当まずいよ。でしかも霊気。ちょ待って、ちょっとこれきつい。矢が欲しいな。ちょっと待って、硬すぎないこの レース。あ、まあ霊気だからダメージだいぶ入りにくいっていうのはあるのか。ちょっとクリティカルのやつをちょっと優先して倒そう。クリティカルがいるとちょっとダメージが痛すぎるわ。 OK、 一
応デスバーター発動してるんで大丈夫ね。ちょっと痛い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 、ちょっと待て、霊気のこいつらをまず何とかして動け。はい、キャプテン発見。ちょっと痛い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 、クリティカルのやつがいるでしょ。クリティカルがひどいダメージ。待て待て待て、何そのダメージクリティカルダメージがひどすぎる。 OK、 デスバーターまだあるんでいいですね。何がついてんの。まあ脅威2でしょ。で、あ、モブダメージが 20% 増加とクリティカルだ。いやーきつい。でとりあえず洞窟内のキャプテンは全部行きましたね。あとはゴールの横の方にいるキャプテンですね。いやもうゴールしようと思えばすぐできるのよ。うん、もう分かってるんで、ここまっすぐ行けばいいんで。あ、こっちか。でも全部取って俺は行く。待って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 、何そのダメージ、おかしいダメージ入るでしょこれ。ちょっと待て待てって、ダメージがおかしい。待って待って待て、特にこいつのダメージがエグすぎる。お、ちょっと落とそう落とそう、あ、ノックバックしないか。 OK、いい場所に入った。ナイス。うわ、ナイトモード最悪。いやこれ無理だな。いやこれ無理じゃない。 OK、 こんだけ食いつく。うわー減らないね、全然減らないね。まあ、とりあえずクリティカルのやつを先倒し、 OK、 待て待て待て、あ、いないな。うん、あ、もういませんわキャプテンは。うん、 OKOK、 まあ旗は5つでしたね。いやこれ最後の最後きついぞ。待て、なんとか、ちょっと減るって、死ぬほど減る。やばいのがいる、やべえのがいる。よし OK、 よっしゃー。まあまあとりあえずクリアですね。なかなか厳しい場所でした。はい、ということで戻ってきました。今日はですねちょっと昔を思い出して、昔の装備で行きました。闘志の締め具で、ウィザーのアーマー、ハープクロスボウですね。アーティファクトはブーツ、ドラ、キノコです。まあ、あの変更点で苦痛の矢筒に変わってたから、まあ、いけたっていうところもあるんでしょうね。うん、ちょっと積んでたような場所があると思う、苦痛の矢筒じゃなかったら。はい、まあまあなんとかいけました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。